知ってほしい世の中に、うん、なんで落ち着ける人とすぐボール失っちゃう人がいるのかはい、どうですかどうですか皆さん、うまいな攻撃の選手たちなんか特にそうですけど、無理に行こうとしてゲートがこういう状態なのに無理に行こうとしてガーって行くからこうやってぶつかっちゃう。私たちロンズの活動はゴルフ用品の大型専門店鶴屋ゴルフ、福島県石川町猫鳴温泉、式部の館五つ屋、大阪府吹田市桃山台鈴木歯科クリニック、その他スポンサー様に支えられています。ありがとうございます。はい、ロンズチャンネル始まりました。はい、久々の中とリアルです。久々はい、何ヶ月前に撮ったか覚えてないんですけど、うんはい、もうちょっと寒くなってきましたね。ね、もう10月の、10月じゃない、9月のもう末なんですけど、はい、はい、ちょっとまあ落ち着きましたね。落ち着きましたね。落ち着いたっていうか、はい、キヨさんはね落ち着いてないんで。落ち着いて。僕はもう落ち着きました。ついていくことがあんまり今ないので。そうっすね。うん。裏方業務いっぱいしてます。そのうちまたたくさん出てきますんで。そうなんです。なんか波がありそ う, うそ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 う。やっぱり波がありそう。10月の後半からねちょっと行くところがあったり、あともうこの時には出てるかな、割と早いかもしれない、ね、うん、これがあるんでなるほど、ね、なるほど、あるある、ミスディレクションだ、うん、ミスディレクションってバスケですからね。うん、知ってました、うんうん、知らない知らない、うん、って知らない。皆さん知ってます、ミスディレクションっていう言葉ミスディレクション、目線のフェイントっていうんですけど、あ、はいはい、黒子のバスケなんです。あ、黒子のバスケ、はい、名前は知ってます。はい、赤城誠二君知らないですよね。知らないです、うん、見てください、はい、名前は知ってます黒子のバスケね、はい、しかしね、今日の練習はすごく良かった楽しかった。いや、あ、本当ですか、あ、嬉しい、うん、多分僕みたいな人が今顧問契約の人だったり、多分同じぐらいの立ち位置だと思います、うん、僕と顧問契約の人たちは、やっぱり立ち返るって大事だなって思ったし、うん、まあ、ロンドの基礎基本、まあ、僕もいつも、ね、教えるときに基礎基本とかって、うん、ボールタッチのことはやりますけど、うん、それと同じことだなっていうことをね再認識できたんで、うん、久しぶりにこう楽しかったです。戦い方のね基礎練習なんで、これこういうのとかこういうのとかと一緒ね、はい、うん、戦い方の基礎練習、いや素晴らしかったです。久々に楽しかったです、はい、いつもつまんねえみたいないやでもな、人数も多かったしね。そうですね、うん、はい、嬉しかった。今日いなかった人やばいよキャプテン基礎やったからねクリニックばっかりしてる場合じゃないよ、はい、はい、ということで、はい、今日何を、脱力ボールキープ。聞いたことない、聞いたこと、共催式ロンド用語です。はい、誰がいますか。ブエナ君です。はい、はい、お願いします。はい、脱力ボールキープです。はい、脱力質問してるもんね。してる、まあ、うん、どちらかというといつも脱力してる、うんうん、そう、正直言ってブエナ君もうすぐできちゃうけど楽しみです、うん、じゃあ知ってほしい世の中に、うん、例えばね今日だってラストのゲームとかでもそうだけど、なんで落ち着ける人とすぐボール失っちゃう人がいるのかっていうところ、うん、知ってほしいなと思います。まあ今日の基礎練にもつながってくるところなんで、ぜひちょっとおさらいも含めてやってみてください。多分ね、同じタイミングぐらいで出るからチュートリアルとロンズ練習、はい、見てください、この回。はい、はい、どうぞ。普通の一般的なボールキープの練習って、やってもらおうかな。ちょっとレイカー、ちょうどブリブス来てないからボールキープしてみて。ユーヤディフェンスちょっと見てください。ボールキープね。はい、オッケー、オッケー、はい、ありがとう、レイカ、ありがとう。一般的なのってこんなボールキープじゃないですか。さあ、今日のテーマは脱力、脱力ボールキープ。じゃあボールキープしてみます。はい、はい、してみ、いいよ、いいよ、はい、はい、どうですかどうですか皆さん、うまいなレイカが悪いわけじゃなくてめっちゃ力入ってますよね。僕はどうでした、脱力してました。
ちょっとここから教えていきますね。一回ちょっと僕の真似してやってもらっていいですか。あ、たかしディフェンスやってみて。じゃあお願いします。はい、ああやっぱフットサルの選手とかボール持てるから分かってるよね、いろいろね。忖度してるねこれね。はい、OK です、ありがとうございます。いや、うまいうまい。ゆうや出てきて。いや、うまいから別に言うことないですよ、本当に。だけど要は脱力ってボールを今日の釣り出しと一緒でこうやって寄ってくるんだったらこういうことできますよって。で、ゆうやから離れたところにこうやって動かすんですね。離れたとこ動かしといて、ゆうやから離れたとこに動かしといて、で、だから、釣り出しをやってるんです、全部。で、これ、ゲート、たかしちょっと出てきて。これ、ゲートに対して、試合中に、はい、2人。ゲートって今こういう、あれじゃないですか。ゲートに対してみんなこういう動かし方しちゃうんです。こういう動かし方しちゃうんです。じゃなくてゲートに対してこういう動かし方ができればね、こういう動かし方ができれば釣り出すこともできるしっていうのと一緒なんです。だからボールキープをこうやって一生懸命止めたりしてる人はあの目線が下がってサポート来てもパスくれないんですよ。だから目線下げないためにも相手から離れたとこ置くの大事だし、攻撃の選手たちなんか特にそうですけど、無理に行こうとしてゲートがこういう状態なのに無理に行こうとしてガーって行くからこうやってぶつかっちゃう。だったらゲートがこう斜めに入ってんだったらこうすればほいみたいなことができるっていう。で、釣り出したらそうターンしちゃうっていうね。たかしの反対側にボール動かしてみてください。 OKOK、 ちょっとたかしディフェンス来て。たかしからこっちなんですよね。こっちなんです。たかしがいてこっちなんです。こっちなんです。で、たかしが来てこっちなんです。なんとなくわかります。そうするとあんまりパワー使わないで楽々キープができる。もう一回だけちょっと、あ、じゃあゆうやディフェンスやって。そう、ゆうやに対して、そう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 、そっちそっち、グッドグッド、今のできた。で、釣り出したら剥がすみたいな感じ。ゆうやが釣られてきたら剥がす。あ、そうです、今の今の今の、そう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 、それの繰り返し。これが慣れてくると本当力入れずに相手の力だけでプレーできるから、正直言ってこっちが疲れてこっちは疲れないっていう感じなんですね。これラスト、ちょっとユーザーディフェンスやって。センターフォワードだとします。ちょっとパス入れてください。こうボール受けに来ましたね。ね、こうやって今ごめんなさい、最後タッチミスしたけど、相手のパワー利用するようにトラップすると時間ができるんです。だけど普通のセンターフォワードって、はい、こんな感じじゃないですか。ピボンもそうかもしれないけど、これって今張ってる分エネルギーも使っちゃうし、ひょうひょうとプレーできる。で、ルックアップもできてないですよね。なので、はい、みたいな感じで、ちょっとごめんなさい、最後ミスっちゃったけど、はい、ちょっと角度つけてもいいです。だけど無理にあの力張ろうとしないっていう感じで。じゃあ行きましょう。はいはい、そう、そう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 、はい、 OK です、 OK です。まあこれであと味方絡んでくれたらパス出せますもんね。もう一回行きましょう。はいはい、グッドです。はい、OK です。こうやって後ろに持ち出すと時間できますよね、あの張るより。
横逃げするより、これ世間一般に覚えてほしいやつで、おまけ、はい、今ゆうやどうどう、そう、どう、はい、ゆうや別にカットしていいからね、カットしていいっすよ。おまけ、なんでカットできないですか。まあブエナ君多分分かってると思うけど。はいはい、グッドグッド、もう分かってる。はい。ああ分かってる分かってる。はいはい、分かってる分かってる。はい。これなんでゆうやカットできないかってね。これ宿題にしましょう。以上です。はい、ブエナ君は分かってる。はい、いかがでしたでしょうか。はい、今回は、ダブルタッチ、脱力ボールキープ。脱力ボールキープです。はい。どうでしたか。まあ、フットサルでも、うん、結構、まあ、あるっちゃあるで、なんかすごい入りましたね。すっと入りました。ありがとうございます。あの、うまい人のベースって、たとえ背負ってても力入れてない人。ひょうひょうとトラップして、なんていうか全然本当あのルックアップもできるし姿勢もいいし、僕は本当に上手い人ってこれだと思うんです、うん、チュートリアルはね、皆さんのためになる、どちらかといえば皆さんに向けた動画なんでね、はい、ロンズの練習はどっちかといえばちょっとドキュメンタリーが僕たちにあるような形なんで、はい、Vlog はもう清さんに向けた、ドキュメンタリーなんで、はい、あのより素を見せてるんですよね Vlog は。はい、ロンズはちょっと猫かぶってるんですけど、さんはロンズの練習の時はやっぱりいやスイッチが変わってるんですよ。見られてる、動画撮ってるっていうのもあるから、はい、Vlog はなぜかしたら気いるんで、いるんで、うん、もういいや、やばいよ、ね、そうそうそう、ニエとかビックリドンキー行った時にナイフあるじゃん、バターナイフ持ってる両方これ黙って3分くらいあ、それ撮ってたの？撮ってるよ。で、携帯実写からさ、何このスツールとバターナイフこうやってやってんのかな、ナイフとナイフで、こうやると出した瞬間やべえってことで気づいて、で、俺ずっと撮ってたから、まあ、それは見えバージョンで流しますので、まあ、ちょっと余談でした、はい、あの、オフになっちゃうんです。本当にオフになっちゃうんです、サッカー以外ロンズ練習で絶対見ないから、こんなはい、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。